展示品は久世エスパスセンターの玄関付近に飾られています。飾られているのは真庭市産の杉とヒノキの無垢材で作られたパネルとバイオ液肥、バイオマスなど真庭市の取り組みを紹介した映像です。この展示品は先月開催された G7 広島サミットに合わせて広島県立総合体育館に設置された国際メディアセンターの展示スペースに飾られました。真庭市が脱炭素先行地域に選ばれたこと、さらにバイオマスやバイオ液肥など地域の資源を活用して経済循環を行っていることが認められ、北九州市や横浜市、宇都宮市とともに次世代の力で未来を切り開くのテーマのもと、数多くの企業と並び展示が行われました。真庭市の展示品は里山式循環経済が世界とつながるというタイトルで、5月18日から22日まで展示され、延べ1万人の来場者があったということです。真庭市は市内でやっていた取り組みが SDGs や脱炭素という世界的なテーマと結びついている、真庭の豊かな資源を活用した取り組みが世界へ発信できるものだと改めて感じてもらえればと話しています。久世エスパスセンターでの展示は今月26日まで、また27日からはクリーナブルヒル前で、7月11日からは中央図書館で展示されます。